みんなで食べて元気になりますわ。俺が元気になることしてあげるって。今パワーやる。いや、俺の。ピンって言ってる。ごめんごめん。今日この後から幸せなことしか起きないよ。完成。たたーん。おーはい。パワー言ってる。パステラになったよ。待ってください。頼む。いやいや、首だ、首だ、首だ。こんなしか使えないんですよ。そして、なんで素手ですか？チプちゃんでしょ。チプちゃん。チプちゃん、チプちゃん、チプちゃん、チプちゃん。ありがとうございます。さあ、第二弾作ります。ひっくり返します。ここからお茶碗を使って丸くします。よし、ポン、じゃーん。はい、4段のケーキ完成です。こんな感じでトッピングしていきます。メープルシロップかけちゃいます。うわーやばい。じゃじゃーん、すごい、こんなパンケーキ食べたことない。止まってた、気持ち悪い。今日の夜ご飯はこちらです。シュークリーム2つ、いちごのシュークリーム見つけました。チョコのシュークリームなかったのでこれだけ作りたいと思います。こちらセブンのシュークリーム買ってきたんですけど、このシュークリームの中にチョコシロップをブチューって詰め込んでチョコシュークリームに変えます。このシュークリームってどんだけ気持ちいいんだろう。シュークリームゲットしたことないので初めて触ります。おー、ちょっと低反発、香りはチョコレートですね。音が気持ちいい。今のチョコレートシュークリームを再現します。あれ、このシュークリーム穴開いてないんだ。これを差し込んでチョコソースを入れます。うわ、たくさん入る。うわ、結構たくさん入れた。こんな感じで入れたら重たっ。ひっくり返してここにもチョコレートかける。シュークリームいただきます。中からチョコ出てくるのかな。うん、めっちゃココココか。そして次はこのいちごですね。多分同じ感じ、匂い一緒なのかな。あ、匂いはいちごだ。このいちごのシュークリーム、なんと不二家に季節でもないのにいちごのシュークリーム売ってました。シュークリーム凍っちゃいましたっていう名前です。結構小さいですね。シューアイスみたいな感じなのかな。うん、アイスだ、美味しい。これ120円なんですけど、めっちゃ美味しい。安いね、そして。ごちそうさまでした。1日はこれで終了です。また明日になったら、撮ってきた UFO キャッチャーの分をお見せします。朝ごはんです。今日1日で食べれるご飯が、どら焼きとエクレアとドーナツです。昨日あんなにもたくさん食べれたけど、今日はこの3つしかないので、昨日たくさん食べてまだお腹膨れてるんですよ。なので、一番軽いエクレアを朝ごはんにします。このエクレアなんだけど、ホワイトチョコのエクレアで、これがどうしてもなかったんですよ。てか、ホワイトチョコのエクレアって見たことなくないですか？ですよね。なので、普通のエクレア食べます。ないんですもん。結構見てきました。なかったので、普通のエクレアにさせてください。はい、こちらがエクレアです。エクレアとかね、シュークリームすっごく美味しいよね。一番好きな食べ物なんですよ。なんか他の時にも一番好きな食べ物って言ってますよ。シュークリームです。覚えてみたい。エクレアとシュークリームどっちが好きなの。シュークリーム。だってシュークリームの方がクリームたくさん入ってるから。でも味は一緒。絶対ちげえだろ。何言ってんの、カズヤさん。丸いか長いか、いろんなところに違いありますからね、カズヤさん。まず生地結構違うでしょ、エクレアとシュークリーム。寝ぼけてるカズヤ、話になんねんね。エクレア、シュークリームの違いでくくったら何が違うのか分かるの、バカじゃねえのって出てくるの。あ、すいません。うわ、すいません。カズさん、何ですか。僕が間違ってました。はい、シュークリームと同じ生地です。
嘘だ。まず見せてよ。ごめんな、ごめんな、めんどくせえこと言ってエクレアはシュークリームの応用、形状とチョコがかかってるかどうかの違い。ダージ一緒だ。イエーイ。朝が終わった。はい。あとどのくらいだろう。お昼と夜ご飯でこの2つしか食べれないです。今日の夜でおしまい。はい。どら焼きとドーナツです。でも今の段階でお腹そんな空いてないのでいける気がします。あんま食わないもんね、方ね。はい、はい、それではどら焼きこちらです。いきます。じゃじゃーん。ちょっと新しい感じのスクイーズ。うわっ、これすごい。え、なにこれ。探して。え、なにこれ。ちょっとわかんない。うわっ、なにこれ。具合悪。あ、うわ、なにこれ、なにこれ、なんか、え、あ、あ、あ、ちぎれた。中のやつちぎれた。これほぐしちゃっていいのかな。ブチブチちぎれる。ほら、こんな感じで。あんこ。うわ、気持ち悪くなってきた。遊び方わかんないけど。ちょっと男の子っぽいんでね。どら焼き食べます。ティラミスパンケーキ。ほら色がちょっと近いかなと思って買いました。パンケーキドラって何なんだろう。普通のどら焼きと違ってちょっと生クリームが入ってる。うん、これセブンで買ったんですけど美味しい。あ、これお昼ご飯です。ごちそうさまです。うん、美味しかった。これなんだろうね。多分ブチブチしちゃダメなやつでした。多分ボコボコのどら焼きになっちゃいました。はい、まもなく夜になるので夜ご飯先にね作りたいと思います。ちょっと作ったことないんですけどドーナツ作りたいと思います。はい、こちらのドーナツ、抹茶ですね。これベーグルだった。ドーナツだと思ってた。匂いはちょっと臭いです。はい、こんな感じです。固めでスクイーズとしてはうんって感じかな。ちょっとね。はい、これが抹茶の粉で卵2つ。これはねちょっともっちりした感じしたいので卵2つで、ホットケーキミックスと牛乳は少しです。ちょっとね固めに作ってこねれるぐらいのイメージでやってみたいなって思います。うっそーで、どこぐらい回ってないのかな。2回ぐらいやってるよそれ。はい、今は抹茶の粉と卵2個とホットケーキミックス混ぜ合わせてます。やだやば、手にくっついて取れない。くまちゃんヘルプお願いしていいですか。ちょっと僕手にくっついて取れなくなっちゃったのでくまちゃんに手伝ってもらってます。僕って今こんなんなんですよ。遊んでっからね。遊んでないですよ。ありがとうございます。頑張って買ってくる。これドーナツに形作れるのかな。ここで成功すればそうだよ、こっちの勝ち。こんなその上の形作るの。今手についたのも全部取れないです。牛乳は一切入ってません。これをどうやって丸めるかがポイント。まずは丸くして穴開けて。どうやってやるのこれ。なんかちょっと火を通して丸くできた。手がやばいので一旦洗います。なるべく丸に近くしたい。でひっくり返してみます。ゴー。おー、焦げ目ついちゃうと緑がわかんないんだけど。あ、でもいいじゃん、うまそうな色。そうですね。うん、まあうまいかどうかはさておき。ここで穴開けます。お、穴開いた。そう開けんの。先輩、あの割れてます、割れてます。やばい、どうしよう。あ、でもちょっと抹茶っぽいいい匂いしますね。じゃあ中まで火を通すためにレンジで温めます。よく言われてるじゃん、カツがちょっとふざけてたり困ってる時の面白いって。ちょっと全体的に真面目すぎるんだけど、もっとふざけてもらうカツ。料理は結構ふざけてます。出来上がったものをふざけてるけど、カツヤがおてんばにならない。おてんばってどういう感じかいまいちわかんない。カモハーみたいな。カモハ。そう、そのノリで作ってるんです。いけカツヤ。使いどころが難しいです。本当にもう使いどころ難しい。ハ。あー、カモハハハ。カモ。いけカツヤ、もっとひっくり返します。ゴビン。ハ。ゴビン。カモ。じゃあ完成です。カツヤ、なんで忘れちゃうのカモン。カモン。はい、完成でーす。じゃじゃーん。どうですか。どういう。どうですか。あー、やだー。どうぞ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 。いただきまーす。カモン、カモン、カモン。そうそうそう。カモン。編集やだこれ。カモン。やだこんなの、カモン。だってずっと語尾にカモンついてるのおかしくないですか。カモン。視聴者さん的には安心して見えるじゃん。安心できるんですかこれで。カモン。ちゃんとこっちのやりでも聞いてるから。ちょっと編集しながらこれ食べていきたいと思います。はい。
で48時間達成しました。イエーイ。はい絶対はいとかカモンが入ってる方がいい動画になるよ絶対。はい、よし2日目はこれだけだったんですけど、意外とベーグル、最後に食べたベーグルがホットケーキ4枚分のやつで作ったのでお腹いっぱいになりました。はい、チェケラーとか必要じゃない？チェケラー、チェケラー。初日はこんなにもたくさんあってかなり食べきれない量食べました。動画見てない方はぜひ初日見てみてください。今回ね UFO キャッチャーで撮ってるシーンが撮れなかったので、もしかするとまたちゃんとね UFO キャッチャー撮ってるシーンもお見せできればなと思います。キョンクマさんを参考に今回48時間あったんですけど、キョンクマさんのチャンネルにたくさん面白い動画上がってるので概要欄にリンク載せておきます。僕が出てるやつもあるのでぜひ見に行ってください。バイバーイ。